内藤光子は、日本の編集者。バラ従事社元社長。上海市東洋街生まれ。姉は、遠藤林一郎の妻。六人兄弟で女で一つで育つ。兄や姉らも、昭和二十年代の雑誌、世代や中山書店の編集者。九百六十年、青山学院大学文学部英米文学科卒業。北原白州の追いが経営する、現光社の、 コマーシャルフォトシ編集部で、堀内誠一と出会う。発給を理由に1年で同社を辞め、姉の紹介で、中山書店に入社。生物学体系編集部を経て、8ヶ月で同社を退社。出用者でのアルバイトを経て、1962年、重森公園や本田光夫の紹介で、新書館に入社。新書館では、寺山修司を担当。 フォアレディースシリーズを手掛け、編集長として4年間在籍。話の特集編集部の後、1968年、天生出版の雑誌、死とバラを企画、渋沢達彦を編集長に第3号までの編集を担当。渋沢、堀内、種村末広の協力を得て、1969年、バラ十字社設立。田村隆一編集長の、 年を出していた、年出版と合併後、1973年に倒産。出版社を経て、1982年から2002年まで、編集プロダクション、N アトリエ主催。ありがとうございます。